皆さん、まとめにかかりました。デモンストレーターの田原栄一です。今日ご紹介しますのはこちらの三脚、ライトカーボン E842 という、ライトカーボン E84 というのが2015年かな、発売になりまして、それの、まあ、9年ぶり近いモデルチェンジということになるわけなんですが、この三脚ですね、今回のモデルチェンジで、まあ、値上げという方向ではなくって内容を充実させたというモデルなんですね。ライトカーボン E84 というのはライトカーボン E83 と、まあ、兄弟機種でして、このライトカーボンシリーズ装備を簡略化して値段も、あとは、重さも軽くしました、ライトにしましたというシリーズなんですが、この三脚ですね、今回はパイプ径が 28mm 径、まあ標準的なパイプ径というところなんですが、このね 28mm パイプ径の三脚だと 70-200 の 2.8 クラスのレンズも対応できますから、大体のお客様のカメラレンズがサポートできるといった機材というふうに考えられています。この三脚の特徴ですけども、4段ということで、4段は縮長、短くした時の長さが重要ということなんですけども、ちょっと畳んでみましょう。これね、4段ということで、ナット1つ2つ3つですね、ナットが3つあって、パイプが1つ2つ3つ4つあるから4段ということなんですが、非常にスムーズに伸縮できますね。ナットを半回転半回転半回転と緩めて、このように、はい、非常にスムーズにコンパクトにしまうことができました。畳んだ長さ、縮長というのが 55.5cm、 555mm ということで、こういう長さですね。横に出てるこのハンドルはくるくる回して、これ回すときにね、この銀の部分を回すと非常に早く回せて早く外せるんですが、こうして外したハンドルをもう一つのハンドルをね、後ろに接続させるという風にするとコンパクトに畳めるわけですが、これが収納状態 555mm ということで、一般にはね、これ三脚を機内手荷物として乗せられるかどうか、飛行機の中に機内持ち込みできるかどうかというところが選択の一つのポイントという風になるわけなんですが、長さですね、空港のセキュリティチェックがあります。あそこでメジャーで実測されるんですけれども、メジャーの実測が60センチ以内でないと持ち込めないというふうにルールになってますから、このライトカーボンの E842 だと雲台をつけたまま60センチクリアができるということなんですね。さて、再び伸ばした長さでご覧いただこうと思うわけですが、本当にね、この三脚の伸縮がスムーズ。カーボンの三脚で、まあ、コストが一番関わってくるのがですね、このカーボンパイプの費用なんですけども、今回は LC2 カーボンということで、ライトカーボンの時よりもコストダウンを図りつつも、皆さんに満足いただけるような内容というふうに作っております。この三脚ね、名前が足のパイプに書いてないという、まあ、無印良品的な考え方の作りなもんですから、立てるときはですね、この水準器とこの LCE832 スリックと書かれているところが自分の側に来るようにしてセットします。前足を地面に置いて、右手左手でこのように持って、いいと広げると、はい、今エレベーターを上げない状態でもカメラを乗せれば十分自分の目の高さに来てるんではないかなということがわかりますよね。これでエレベーターを上げたときの高さが、身長が 177.5cm ということで、まあ、私の身長 178cm とほぼイーブンということなんですね。こうなってくるとですね、例えばこのカメラ、私が使ってるのは ZV-E10 というカメラなんですけども、この液晶のバリアングル部分を使うことで、自分の背丈を超えるような映像を撮ることもできるということなんですね。今回のライトカーボンの E8 シリーズの専用雲台ですね。SH706 という内部の名前があります。これ単体販売されてないタイプの雲台なんですけども、クイック収式でなくしました。ネジ止め式ということで、ダブルナット方式。これ後ろをご覧いただくと、このようにね、小さいネジと大きいネジが二重になっているダブルナット式というスタイルでして、しかもスプリングが入っている。
スリングが入ってる。これはスリックの創業者の白石貴俊さんの考えたアイデアということで、当時は東京だったんですけども、今ではどなたでも使える機能ということで、各社、真似して使っていただいているわけですが、このようにですね、三脚のネジが見える位置にして、カメラネジのこの位置が見えるようにして、ネジとネジを合わせて、実際方向からねじっていく。この時にですね、押しながら回すというのが普通のネジなんですけども、スプリングが入っているので、横に回転させるだけで、ネジがカメラの底に入っていくというのが、この白石貴俊さんのアイデアということで、今でも生きているわけですね。1950年代にこのアイデア考えたわけですからね、すごいもんです。そしてこのようにダブルナット、もう一つの方のネジもしっかり締めると、コルク面側にしっかりカメラが押し付けられて固定されるといった方式ですね。スリックのライトカーボン E8 シリーズはこのように3ウェイ運台が標準装備。左右と上下、横位置と縦位置、3方向がそれぞれ個別に設定ができるというのが特徴なんですね。今、軽量化のためということで、自由運台を標準装備にしているという三脚も結構あるわけですけども、ベーシックな三脚の使い方を考えていくと、やはり 3way 運台式、構図をじっくり決められるというところに利点があるかなと思います。これね、カメラが ZV-E10、カメラの背丈が低い感じのカメラなんですけど、それに対して口径が大きい、今回はレンズベビーのベルベット 85mm というレンズがついてるんですが、ここのところがね、当たるんですよ、普通の運台だと。レンズが大きいとね。ところが、この SH706 よく考えられてまして、前の部分の形状をレンズに合わせて削ってあるというところがポイントなんですね。このような形でカメラやレンズの組み合わせを選ばないと。いうところも魅力ですね。このライトカーボンの E842 はローポジションの設定も簡単なんです。ここにあるハライチロック式のロック、これを下に押し下げるね、押し下げるだけで簡単に足が開くことができます。押し下げて開くという形なんで、これ押しながら開くだとね、どうしてもテコの原理の関係で力が必要なんですけども、押し下げて開くと、このテコの原理の関係、距離が支点から離れた距離のところで足を開くから、軽い力で開けられるというところがポイントなんです。エレベーターが今出っ張ってますけども、このエレベーターはねじって外すだけで、下半分が切り離せるということでね。なんでカーボン三脚の真ん中のパイプ、エレベーターパイプをカーボンにしないんですかという質問も多くあるみたいなんですが、実はこの切り離せる、ネジが切れるというのはカーボンパイプでは実現できませんので、ここは金属パイプにこだわっているということなんですね。で、エレベーターこのままだと抜けちゃいますから、エレベーター下の抜け止め、まあこの抜け止め部分もね、運台取り付けネジがあるので、必要に応じてエレベーターフックみたいな重しを取り付けるパーツを取り付けることもできますね。こういった形で抜け止めをねじ込めば、ローポジションの状態が完成します。ライトカーボン E842 をローポジションにセットしました。この時ね、地面からの高さが30何センチかというところなんで、本当に低い位置にセットできてるなということがわかりますね。ここまで低くセットできて、しかも 3way 運台でしっかり構図が決められるということで、春の野草をね、しっかり構図を決めて撮りたいという時にもしっかりサポートすることができますよ。さらにこのライトカーボン E842 では、ハライチロック式の開脚機構のために、戻す時はこのまま自動復元式ということで、足を閉じるとね、通常開脚に自動的にセットされます。このように使いやすくなりまして、お値段はほぼ変わらないというスリックのライトカーボン E842 ですね。ぜひチェックいただければと思います。田原英一のこのチャンネルでは、スリック新製品いろいろお伝えしてまいります。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。